小学生のかけっこ教室に陸上100メートルで日本人初の9秒台を出した桐生祥秀選手が登場しました。かけっこ教室、こちらの会場では桐生選手が走り方のコツを子どもたちにレクチャーしています。横浜市で開かれたイベントには小学生およそ400人が参加しました。桐生選手は子どもたちを相手に圧倒的なスピードを見せながら腕を速く振ることや歩幅の取り方など速く走るために必要なことを熱心にアドバイスしていました。そして2020年東京オリンピックの意気込みも語りました。小学校の時はサッカーやってたんでサッカー選手になりたいっていうのが夢でしたね。僕キーパーやってたんで、はい、本当メダル取るっていうのが夢というの目標ですかね。足めっちゃ速かったです。学年で足が速い方になりたいなって。将来の夢は漫画家になると。でも足は速くなりたいですか。うん。